寒い寒い、こたつこたつっと、はあ、ん？うわっ、うん、こんにちは、霊夢さん。びっくりするでしょうが、外は寒かったので。以前はずっと外にいたんでしょうに、一気にずうずうしくなったわね。霊夢さんに気づいてもらえて、こうしてお話できるようになったのが嬉しくて、つい、はあ、まあいいけどね。なぜ、何が？ついこの間霊夢に認識されたようなあの狛犬が、あんなにあっさり霊夢との距離を縮めているのは一体なぜ？なぜって、そんな話をするためにわざわざ私たちを呼び出したわけじゃないわよね。いつも冬眠するはずのあなたがこんな真冬に深刻な顔して現れるから、何かよほど重大なことだと。重大なことよ、冬眠なんてしている場合ではないわ。あの狛犬、取るに足らない小さな存在だと思っていたけれど、あんなにたやすく霊夢の懐に潜り込むなんて、一体どんな方法を使ったというの？こいつ、こんなアホっぽいこと言うやつだったっけ？帰ってもいいかしら。なるほど。まあ、あれと霊夢が仲良くなるきっかけを作ったのは私とも言えるし、あなたのなぜに答えてあげましょう。私の見解ではね、あの子が霊夢に特別扱いされているわけではないと思うわ。自分にとって無害で不快でない相手であれば、あの巫女はおそらく誰であっても同じような態度を取るでしょう。あなたが邪険な態度を取られるのは、ただ単に嫌われてるだけだと思うわ。え？え？って、あなた、自覚してないの？いやいや、いやいや、私は嫌われてないわよ。むしろ霊夢には好かれてる。何を根拠に？ゆかりよりはまだ私の方が好かれてると思うわ。あなたたちが知らないだけで、割とちょくちょく霊夢と交流してるし、笑顔を見せてくれることだってごく稀にあるし。他には？あれよ、あの子最近ちょくちょく私のことを意識したような技使ったりしてるし。それは好かれてるという根拠にはならないわ。なんでよ。確かにあなたのことを意識した技を使ってはいるようだけど、それは白霊の巫女としてここの結界にあれこれ干渉できるうさんくさい妖怪のあなたに、いざって時に対抗できるようにあなたの能力を習得しようとしているのではないかしら。つまりあなたを慕ってのことではなく、ただの仕事、そう思わない？霊夢に直接そう聞いたわけじゃないでしょ。本当は私のことが好きで真似っこしてるのかもしれないじゃない。いや、ないない、絶対嫌われてるね。何を根拠に？私の勘です。はあ、勘とか何の根拠にもならないんですけど。これが賢者の会話。いいでしょう。じゃあこれでどう？このドアは白霊神社のこたつの内部につながっている。今からあなたがアウンのように出て行って、同じように霊夢によしよししてもらえたなら、土下座して「ゆかり様、私が間違ってました、ごめんなさい」って言ってあげるわ。まあ無理だと思うけど、絶対あなた嫌われてるし、かけてもいいね。言ったわね。いいでしょ、後で吠え面を書くといいわ。この二人が賢者。
私としたことがついあんな挑発に乗ってしまったけど、大丈夫よね。いきなり殴られたりはしないわよね。機嫌が良ければ呆れつつもよしよしくらいはしてくれるのでは。大丈夫よ。なんだかんだ言ってもう長い付き合いだもの。私たちの間には確かな絆がある。信じてるわ、レイム。今、真夜中ですけど、もしかして忘れてた？しばらく会わない間に随分ちょろくなったんじゃない？バーカバーカ。起きな！おーらおーら。怒った。やはりこの中でまともなのは私だけ。私は絶対あちら側には行かないわ。